で、七海を残すな、来だけ。真っ直ぐ隠した悪魔の素顔な。お前ありただろあれ、まあ、作品のあれ、公開記念なんかな、うん、後楽園で。うん、あのー、まあ、演じたキャストの方が挨拶するやつ。のユリアンの挨拶、なんか、泣きそうになりませんでした。あ,<ー>あれ、あね、ダンプさんが見てて、長谷さんも横いてい。もう、みんないましたからね、そこにね、うん、本物が。そう。 本物がリングサイドに座って,てそていわゆる役になった人がリングにいるっていう不思議な空間でしたけどね。ゆり、はいね、<ー>やんのユリアンの挨拶なんか盛り上げるし、うん、なんか泣きそうなるし、うん、笑いもちょっと取ったりとかして、うん、素晴らしいなと思って試合みたいにしてたよねだから、なんか俺たちしなかったからね試合ね。<laughs> 所詮俺たちはね入場だけでやめた。そうっすね。<laughs> 向こうはやっぱ一枚上手だなと思いましたよね。ちゃんとしてましたね。衣装のクオリティとか我々も負けたもんじゃなかった。いやいやいや本物のやつありましたからね。<あー S 2> いや。すごかったですよね。<うん S 1> いや本当だからやっぱ聞いたら二年ぐらいねやっぱりなんだかんだね <あー S 1> もう構想から言えばもっとかかってるんですけど取り始めてから<う>かでしょ。途中ユリアがちょっとね怪我したという噂もありましたし。 だからやっとっていうう感じでしょうけどね、うん、か確かにそうですねあの当時の前女のあそこのまあ要はワンシーンと関係性のところでこんだけ話題作になると確かにすごいですねすすそう考えてみると本当にすごい、うん、だって若い世代さん,、ね、うん今の若い人んやったプロレス、まあ、うちのマネージャーとか見たっつってめっちゃ面白かったですね、うん、みたいなプロレスをそもそも見てないんですよ 今のも、うん、昔のも。うん、で知らないんですよ、うん、何もダンプさんとかクラッシュギャルズとかも、うん、でもやっぱ面白かったですねって言ってたからやっぱそういう層にも刺さるってすごいですね。やっぱ、えー、独特のその何か,か不思議な世界のんこんな裏ではこんな大変なことがあってあんなふうになってったんだっていうかそ,それ知らなくてもねそんなことをやってたんだっていう。うただ急に あの「試合見ろよ」ってあの当時の試合見て」って言っただけじゃこれじゃこれここまでの熱狂にはならなかったかもしれないけど裏でこんななってて一方こっちはまあスターなりこっちは悪役となりみたいな裏ではすごい仲いい二人がみたいなその描き方がやっぱねなんでしょうけどね多分ねまあ,まあなんせその,そのさっきも言ったように全日本女子プロレスっていうのの女子プロレスは独占だったので、はい。 もうそこで決めらられたものがルールーなんでですよね、うん、だからそこで赤いベルト白いベルトだっ,ったんです赤いベルトが、はいまあ、とにかくナンバーワンのベルトもうこれが取ったやつが一番強いみたいな、うん、もうそこで決めたものが全てなんですよ、うん、こっち側の団体でこれがこのもう一個ベルトがあるかないんで、うんはい、だからもう例えばですけどもうそこのルール25歳で引退する、うん、もう絶対25歳で引退しなきゃいけないどんなに人気者でも、うん、もうあのビューティーペアクラッシュギャルズ、はい、もう25歳引退でする。 だからなんか引退させられた的ななんかちょっと下りありましたけどありました、ね、あのドラマの中では。はい、でもまあもう一律に二十五歳引退なの。なるあの当時は。ややめやめたくないっつったってダメ。そういうルールなんですよね。はい。会社としての。だから逆に言えばまあまあ一説にはあの第二の人生を早めに作りなさいという松永さんのなるほど優しさだったと。なるほど。言われてますし。はい、はい。だからもう。 手放したくないんですよ普通はね、まあ、ドル箱のねあんだけ人気者でしたら、はい、まだまだ引っ張ってみたいな、はい、でもそれもまあスパッといくんですよ、うん、でうわ大丈夫かと思ったら確かに苦しいしばらく、うん、でもまたしばらく数年取ったらスターが出るこれの繰り返しの全状ってだからすごいのよね、うん、やっぱその育成能力が優れてるというかちゃんと育ててるんですよね、うん、練習生で入った選手を、うん、面白いなんか世界だけどねなんか。うん で、そそれがもうルールなんで、だけどそれがジャパン女子という第二の団体ができて、それこそカウントリさんとかいった団体ですけど、そっちの方ができたことによって、そのジャッキー佐藤さんってあのビューティーピアの一人で、あの方で出てましたね。あの方がそっちのジャパンプロにで、かつだからが多分やりたかったんですよ。本当は。二十五歳で引退させられたけど、その後のクラッシュの活躍とか見てほのでやりたかったこっちに行くとか、でデビルマサミさんも 結局こっちやめさせられましたけど、はい、しばらく経ったらこっちに行くとかだからそこから徐々に25から3040とこう別に何歳になってもやっていいじゃんかみたいなムードになったんでうん、うん、各自のの体力の限界でいいいじゃんっていう,うん、うん、だから前兆も気づいたらなんかスーッと伸びていくような感じにはなったんです、ね。 なんかブルナカノさんもだから25じゃなかったですよでもでも25ぐらいのタイミングでなんかアメリカの WWF その当時の、はいはい、になんか行ってなんかまあ引退はしないけどそっちでやるみたいな、うん、なんかそんなの許されてたようななるほどなんかまあそういだ,だいぶんだからそうやってルールも変わっていくんですね。あとこれはちょっとまあ聞、うん、聞いていいかどうかっていうちょっと難しい質問なんですけどあの作品の中で。 よよくくブックってていいう言葉が出てきたじゃないですかあれはどう解釈したらいいんですかまあ要はまあ勝ち負けある程度決まってるみたいな描かれ方やったんですけどなんかジャガーさんやったからな,なんか私はずっとやってるけど「ブック」なんて言葉聞いたことないっておっしゃってたのを見てだからそのあの作品での中の造語というかそういう世界観なのかどうなのか。 まあブックうという言葉が僕もだからその裏裏に入ったことがないので、はい、どの段々だみあそのそういう言葉があるかどうかっていうの現実にはわかりませんけれども、はい、そういうだからあのいわゆるイ語というかそういうのがあるよというのはもう昔からなんかこういろんなところでこう噂ひそひそで聞いてきますねブックっていうのがあるよっていう、はい、でも、まあ、それをまあ こうよく考えるのがブッカーっていうものだというのは聞いたことはありますけどもね。はい、で逆に言えばブック破りみたいなはい、はい、っていうシーンもありましたね。っていうでまあブック破りっていうのはいずれにせよ本当のもうタブー中のタブーになってくるんじゃないですかねそうなると。タブー中のタブーだと思うんですね 我々の世界でもそうでしょうけど、はいうん、だからそのこればっかりは本当業界の内部には<ー>い,かいないと分かりませんがは<ー>少なくともねでもね僕がそういう言葉をなんとなく「はいはい」ってなんかそんな,なんかあんだみたいなだんだん本とかちょこちょこ出てくるんだけど、うん、もしかしたら外国から来た言葉かもしれませんけどもね<ー>そんなので知ったのももうだって全然後ですからあ<ー>だからあの時期に 昭和の80年代にそういう言葉が飛び交ったかどうかというのに関してはもう全くわからないですね。わからないしそれはもうジャガーさんの言葉を信用しておいた方がいいんじゃないのというまあまあまあそうもうそう探りようがないし絶対そんな言ったって本当のことなんか誰も言わないし知ったとてっていうところもありますよね正直。ちょっとだからあそこが 確かにピリッととするところでしたもんねうん、うん、今回あれが今日物議をやっぱり醸すというかそういう風な目線で見た方がいいのかうん、うん、いわゆるもうあの世界観というのはもうブックという何かそういうものがありながら進んでいっている世界なんだっていう目線で見た方がいいのかそれともあくまでもそうじゃないよっていうので見た方がいいかっていうとすごい難しい線引きでしたよね。うんうん <laughs> そこはちょっっと僕どうう理解してていいいのかかなわりますあれはもう僕もそう思いますどういうどっちの方でいいいいけんだみたいなちょっと前にあった「アイアン・クロー」という作品はどっちかというともうしっかり絶対に俺たちのテリトリーに「ベルト欲しいよな、はい、頑張れよお前だったら取れるぞ」みたいな、はい、そんななんかブックみたいな雰囲気じゃなかったですからねそういう目線で見てましたけどもうん、うん、あれに関してだからまあちょっとこうまあ えー、地面師でいうとこの濡れ場みたいな感覚じゃないかなと思うんけどね、うん、あのお坊さんの濡れ場っていうのは。さんのそうですね、うん、うん突,突如入ってきましたもんね。突如入ってくるお坊さんの濡れ場っていう感覚に近いんじゃないかな濡、うん、れ場はさすがにできないんで、うん、そのピリッとした何かちょっとこう何それみたいな。あそこを踏み込むみたいなというかいいのそこみたいなところの演出というか。うん、なんじゃないかな。に それが何かにブワーッと広がっていく話じゃないじゃないですかそういうのでちょっとひやっとしますけどうん、うん、だからまあそ,そこまでだからどうなんだっていうことを探ることもないとは思うんですけどねでも確かに俺もまあそれはもう別に業界の,の中の,そのいろんな本だ何だか読んでればそんな言葉ってたまに出てきたりするんで何と、はい、なくスーッと流してましたけどもしかしたら本当にプロレス初心者の方というか、はい、あの ドラマとして見た人はプロレスってそういうもんなんだと思う可能性はありますよね、うんうん、ですねでもそう,そういうふうにやっぱかそうかそこれは簡単に撮ってほしくないなとは思いますけどうん、うん、別に誰もそんなこと言ってんね誰もうん、うん、新日本プロレスの誰でももう女子プロレスの誰かが、えー、ブックがなんて誰一人は言わないので、うん、そんなこと、うん、確かに言ってないですよね、はい、<ー>だからそんなもんだっていうふうには思わないでほしいなっていうのはちょっとありますけどもねなるほどね、うん、いやもし 次、うん、続編でもないですけど、うん、女子プロレスで舞台にしてやるんだったら、うんうん、誰をフィー,チャーしますやーまあだまら極悪女王、はい、極悪女王ってやっぱりこれどうしてもダンプ松本さん極悪同盟の、はい、まあトップですから、ねはい、ダンプ松本さんなんですけどでも極悪女王ってもう広い意味で言えばもっと次々いけるんですよ。 おうおうやっぱこの後ブル中野さんがいますからブル中野さんはもう本当にダンプ松本さんに匹敵するぐらい女子プロレスを変えた人ですからうーんあの人も分かるでしょ今見りゃあんな優しい人いやいや綺麗な、はい、細いね、はい、女性で美しいでここ半分こうやってそってなんとかっていうシーンもちょっとありましたけど、はい、あんな簡単なもんじゃなかったらしいですから、ね、実際はね泣いちゃっても恥じらいで恥ずかしくてそらそうかはいぐらいの人でしたからそれがやっぱり 女子プロレスをひっっくり返すぐらいの人になった、うん、ブル中野さんも極悪女王、ね、でもそれに噛みついていく今度はアジャコングっていう<ー>アジャ・コングっていう極悪女王もいるんですよだってもうその当時は極悪女王対極悪女王ですからああそうかベビーズじゃないですねな,ですよなるほどね、はい、でちょっともうシーズン3とかになるともう極悪女王っていうちょっと各解釈広げますけど、はい この王道のこの路線のこっちからポーンと来た極楽女王の北斗晶ていうのがこれがまたプロレス界をガラリと変えてますからそうなってきたう,うあの試合が絶対出ますよね、もちろん、はい、本当に北斗さんもドラマチックですからめちゃくちゃあ<ー>あのもうやっぱ一回首やっ,やっちゃってますから、ね、もう死ぬ寸前までいってますからもう首首折っちゃってああそうか最初、もう何だったらアイドルで売り出されて。 首やっちゃってそこからもうデンジャラスクイーンですから今じゃ鬼嫁コストコですからいやいやいやもうコストコ <laughs> いやいやケンスケコストコ行くぞわーわーわわわで,で,でエンドロール台無しです <laughs> 今までの極悪女王が台無しです <laughs> ケンスケコストコ行くぞ <laughs> 台無しですいやっていう描き方もしたいですけどね 社員ですけどね僕 <laughs> ファーストシーズンも撮ってないんですけど確かにそうですね <laughs> 有田さんの作品みたいでましたけど <laughs> でシーズン2をぎゅっとしすぎましたね <laughs> いやシーズン2もそこもだからやっぱりねシシドエリカちゃんというでなってきたらやっぱり、はい、やっぱブルさんのあの最後のあの試合ですかあのデスマッチにあるんですか、ね、デスマッチのやっぱりあのあのやっぱり金網からのやつですよねあそこがラストマッチみたいななるでしょうね、はい、で,うねでまあうん ホール・オブ・フェイムはだから最後字で出てくるんですか200何年 WW でとかで写真だけ出てくるんでシーズン3でシーズン3やっぱりそうですね北斗さん何かまあその当時やっぱりいましたからたくさんアジャコング豊田まなみそういうスターがたくさんいたんですよ堀田由美子はいいいはいはいはいいいいはいはいはい でそっちの方のストーリーかと思いきやこっちの角度から北斗亜っていうあ<ー>やっぱり描き方したいですよね。<ー> <laughs> 描き方したいですよね。いや描いてほしいですよね。間違えました。まあまそうあの作品ノー,、ね、ノータッチです。ノータッチです全くはい普通にファンとして見てますから。いやー誰起用するかむずいっすねキャスティング。うん誰するか。そうですね。いやすごいよだって本当これもうあの別にあのなんていうの自慢でもなんでもないですけど。はい 五角城を全部バーッともちろん一気見したんですバッて一気見して、はい、ああってあっという間だったなみたいな、はい、言っても5はありますからね、はい、6時間7時間あるんじゃないですかす、ねはい、バててあっという間だったななんて言ってで次の日だったらまさに次の日かないや昨日見たんだよねなんていう話をなんか誰かとしてたら楽屋にポンって「<laughs> これ」ってネットフリックスからです」って言って何が届いたと思いますネットフリックスから。 いわゆる T シャツとかそんな感じだと思うじゃないですか違う一斗缶一斗缶銀の一斗缶で中開けたらグッズがぎっしり T シャツだなんか冊子だはい、タオルだとかコップだとかキーホルダーとかぎっしりよ一斗缶は結構入りますもんねでもうこんなだから。 こんな持っってて帰たんだ持持ないちづらいですもん一っとかうちも先輩で島木丈二さんよう思ってうろかしてましたけど持ちづらそうですもんなんかすごいよねそのぜひご覧になってくださいっていうことなんだけどもうとっくにあ見てましたけどもすごいなすごいよ規模がねありがたいまあまあなんせもう面白い作品なんでねもうもしもまだ見てない人がいたら大識を見るべきですしはい なんかもう1回見てもいいと思いますいやそうですね2周目いってほんまに出てる演者でその当時戦ってた人全員のこと好きになりますよねなるねあれはね。本当にめっちゃ会いたいもんね剛力カ媛とや襟革めっちゃ会いたくないもんかりリアも会えそうな気がするからあれなんだけど会いたくなりましたよね皆さんほんまに応援したくなりますよね いや、素晴らしい作品でした。はい、はい、本日は以上でございます。どうも。うしたチャンネル登録、高評価、お願いします。お前、相いささ